改めて当時お騒がせをいたしましたことをお詫びを申し上げます。あの事件事案は私の地元の秘書が事業者から陳情を受けて、そして UR と接触をしていたと。でそのことが斡旋利得処罰罪に抵触するのではないかという疑惑でありました。私が不起訴、秘書も不起訴でありました。でそれを不服として民間の人たち、選抜された人、アトランダムに選定された人たちによる検察審査会が開かれ、調査をされました。そして検察審査会の調査結果は、私は同じく不起訴、秘書が不起訴不当でありました。でそこでその秘書の部分だけを捜査機関が捜査をして、その結論としてやはり不起訴ということになったわけであります。私はこの事件に関して事情を全く知らされていないということなんです。でそれどころか秘書が UR と接触していたこと自体を知らされてないんです。だから私は、寝耳に水と、事件がどういうものであったのか、何しに UR に行ったのかわからないところから始まったわけであります。でありますから、検察の捜査結果は当然不起訴になると信じておりましたし、そうなりましたし、検察審査会も同じ結論を出したわけであります。そして、再び捜査機関が捜査をして、で結論は不起訴ということになったわけであります。で私の説明責任についてでありますけれども、辞任会見の時までの間に総力を尽くして特捜の OB の弁護士さんにお願いしまして、2週間ぐらいだったでしょうか、徹底的にヒアリ、調査をしました、うちの関係者で。それをもとに辞任会見で質問が出尽くすまでお答えをいたしました。でその時に私の自分自身のことは私が一番誰よりも知ってますから全部答えられるけれども、秘書の部分についてもしその答えきれないところがあったら、その時にも答えたんですけども、あったらその部分については引き続き、調査をして発表します。でそこの部分をおそらく説明責任がなされないとおっしゃってるんだと思うんですね。で、その調査結果は会見の時に文書にしてですね、これは私の部分じゃなくて秘書の、もし残されているとしたらそこの部分についての調査ということで、文書もお渡しをしました。その時にもし質問があれば書面で出してください、それもお答えをしますということで、それもお答えをいたしました。国会がお決めになることであります。